British English Quick British English のタキです。今日もご視聴いただきありがとうございます。そして前回のビデオ、イギリスのスーパーについてフィードバックをくださった方々、ありがとうございました。とっても嬉しかったです。これからももっと皆さんに喜んでいただけるようなビデオを作っていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。さて今回なんですけれども、たまに英語のスペルとあとその発音っていうものが違うことがあったりとかするじゃないですか。書いてある通りに発音してるだけなのに、間違った発音ですよって言われたことはないでしょうか。英語は残念ながらフォネティックラングエッジではありません。なので書いてある通り発音しないっていうことも中にはあるんですね。なので違う発音を見つけたらその都度覚えていくしかないんですけれども、今日は代表的な6つの単語のスペルと発音が違う言葉をご紹介していきたいと思っています。こちらはイギリス英語をメインに英語学習を頑張る皆さんを応援するチャンネルとなっています。皆さんの隙間時間に短時間でいろいろと学べるような動画を作っています。ぜひチャンネル登録をして一緒に勉強していきましょう。では先ほど述べたように、まず最初に代表的な6つの言葉をご紹介したいと思います。まず1つ目に Mortgage、 Mortgage です。この Mortgage はなんていうんですか、ローン、家を買った時とかにこうローンを組んだりとかすると思うんですけれども、その家のローンのことをモーゲージと言います。この場合 R と T の音がサイレントサウンドになります。2つ目に Q、 Q、 これはイギリスの英語では列という意味になるんですけれども、こちらの綴り通りに発音しようと思ったらなかなか難しいですよね。でも発音的にはアルファベットの Q、 もしくはビリヤードとかによく使うようなこうスティック、棒があるかと思うんです。あれも Q とかって言ったりとかするんですが、 CUE というスペルで、そちらの発音に近いかなと思います。3つ目に Language、Language、 こちらも一番最初の Mortgage に近いんですけれども、最後の AGE のスペルが Easy という発音になります。4つ目に Squirrel、 Squirrel、 This という言葉なんですけれども、これもスペル通りに発音しようと思ったらなかなか難しいかと思うんですが、2つ音節があります。Squirrel と Well という2つの発音があるので、それを別々に発音してみるとまずはいいかもしれません。 Squirrel、Well、Squirrel、Well、Squirrel、Well、Squirrel、Squirrel という感じでしょうか。なかなか難しい発音なんですけれども、ちょっと練習が必要になるかもしれません。5つ目に Butcher、 Butcher、 これはお肉屋さんという意味なんですけれども、 BUT というスペルが来ますが BUT ではありません。 BUTCH、 BUTCHER という感じですね。 PUT という言葉があったかと思うんですが、置くっていう単語ですよね。 PUT、 P-U-T、 PUT、 それと同じようなリズムで発音されるといいと思います。 BUTCHER、 BUT、 PUT、 BUT、 BUTCHER という感じです。最後6つ目にヨーグルト、ヨーグルト、こちらも書いてある通りに読むとなかなか難しいかと思うんですけれども、結構詰まった感じの音です。ヨーグルト、 H はサイレントサウンドになります。で最後の方はシュワシュワっていう音で T を入れるので、ヨーグルト、ヨーグルトというような発音になります。今回ちょっとサイレントサウンド、音を発音しないというものも出てきたので、他にいくつかどういったものがあるのかっていうのを拾ってみました。最初はサイレント H です。 H を発音しない単語です。例えば Honest、 Honest、 これも Honest と発音する方が中にいらっしゃいます。この最初の H は発音しないので Honest。 次に Honor、 Honor、名誉がある、
光栄という意味ですよね。オーナー最初の H は発音しません。次に Air、 Air、 これも H-E-I-R なんですけれども、四つ木とかっていう意味なんですが、これも H は発音しません。 Hour、 Hour、 これも時間っていう意味ですけども、こうやって見ると最初の H は発音しないってことが結構多いですよね。あとは Silent K、 K は発音しない言葉、代表的なものとしては Knock、 コンコンコン、 Knock、 発音しません。あとは Night、 Night、 騎士っていう意味ですよね。 K から始まるけど発音しません。Knuckle、 Knuckle っていうのはここの部分、この部分のことなんですけれども、 Knuckle、 これも発音しないです。次にサイレント P、 P を発音しない言葉なんですが、サイコロジー、サイコロジーとかサイキャトリック、サイキャトリック、これも発音しないですよね。あとはフィジックス、フィジックス、これも発音しないです。こうやって見ると最初に来てるものって発音しないのって多いですよね。最後にご紹介したいのがサイレント G です。G を発音しないものなんですけれども、代表的なものといえば Gnome、 小人って意味です。小人のなんか置物、 Gnome。 あとは Benign、 優しい、 Kind とかっていうような意味なんですけれども、あと Gentle とか Benign、 G 発音しないです。 Design、 Design、 発音しないですよね。あとは Sign、 Sign、 これも発音しないですよね。 Yeah、 というような感じでG の発音はグっていう発音だって覚えてるのはとてもいいんですけれども、中にはサイレントサウンドとして発音しないものもたくさんあるよということなので、発音には気をつけられた方がいいかなと思います。そうですね、私よく発音を良くしたければフォニックスを見るといいですよということを言ってるんですけれども、フォニックスというのは英語のアルファベット一個一個の音になるんですが、それを知っていたにしてもその綴り通りに発音すれば OK というわけではないので、中にはこういったイレギュラーなものもあるので、もし見つけたら一個ずつ確実に覚えていくようにされたらいいかなと思います。そう、というわけで英語のスペルと発音が違うものがいくつかあるよっていうもののご紹介でした。 So that's all for today. Thank you so much for watching and see you next time soon. Bye. 良い週末をお過ごしください。 Bye.